次に大河原雅子君の質疑を行います。大河原雅子君。それでは質問をさせていただきます。今日このような野党の与党の皆さんがいない中で、しかもテレビ中継もなく、質疑をすることになりまして、本当に私残念に思っております。民主党の大河原雅子でございます。常々疑問に思ってきたことを今日は総理に直接お伺いしたいというふうに思って、この準備をしてまいりました。今回のこの与党の皆さんの欠席というのは、私はやはり、与党の責任、そして、ひいてはですね、この参議院という場の審議ということでは自己否定にも当たるものだというふうに思っております。大変、嘆かわしい事態、これではですね、参議院で質疑をすること、その参議院の意味さえですね、軽んじてらっしゃる。それを先ほども、総理はあまり、この場には総理大臣として立っているからとおっしゃいましたけれども、そのようなことがですね、国民の皆さんの理解を得るというふうに私にはとても思えません。気を取り直して質疑に入らせていただきますが、連休中、キャビネットの皆様は、海外にお出かけでございました。外遊ということでご苦労様でございました。この連休中の、国内での大きな話題、しかも明るい話題というのはですね、富士山のユネスコ世界遺産の登録ではなかったかと思っております。この予算委員会の委員長の石井先生が、私ども民主党では、これ超党派の会だったと思いますが、世界遺産を進める議員連盟を立ち上げていらっしゃいまして、多くの国民の皆さんが長年望んでいた富士山といえば誰でも知っている、小さな子どもでも描くことができる、そして富士山は、不死不老不死、そしてまた、平和の象徴というふうに言えるんだと思いますけれども、この国際連合教育科学文化機関、いわゆるユネスコの、検証にもですね、そういうことがしっかりと書かれているわけです。まずこれ総理にですね、このユネスコの理念、特に全文に関わることだと思いますが、どのような認識をお持ちなのか、まず伺いたいと思います。安倍内閣総理大臣。ユネスコ憲章全文に謳われている平和理念は、人類普遍の原理であり、我が国は教育科学および文化の協力と交流を通じた国際平和と人類共通の福祉を目的とするユネスコと理念を共有をしております。以上でございます。大河原雅子君。パネルをご用意いたしました。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸民族の間に疑惑と不信を起こした共通の原因であり、この疑惑と不信のために諸民族の不一致があまりにもしばしば戦争となった。ここに終わりを告げたる恐るべき大戦争は、人間の尊厳、平等、相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代わりに無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義を広めたことによって可能にされた戦争であった。これ抜粋でございます。お配りした資料の2ページ目に全文がございますが、この憲章の当事国政府はその国民に代わってこれを宣言するというのがついているわけでございます。総理、もう一度これ普遍の法則というか普遍の原理真理を、広めていると今ご答弁もありましたが、今一度この全文お読みになって、率直な感想をお聞かせいただきたいんですが、先の大戦と絡めて。安倍内閣総理大臣。いわば、これは相互の、国相互、あるいは民族相互でありますが、
それらのさまざまな違いをですね、克服をしていく上においては、相互の理解を進めていくということが極めて重要だろうということでありまして、そしてまたしばしばそのお互いの違いに対する寛容性あるいは認識の不十分さ理解が及ばないということによってですね、戦争が引き起こされたということでありまして、むしろそうしたものを助長していく、お互いの理解を高めていくということが極めて重要であるという、まさにこれは人類、普遍のですね、認識であろうと、共通の認識であろうと、このように思います。大川原雅子君。総理は4月の28日にサンフランシスコ講和条約の発効とともに日本の主権が回復したということで、会を開かれました。日本が大戦後国際社会に復帰をした、その場をどのように捉えておられますか。安倍内閣総理大臣。まさに、日本が独立を失い、そして主権を失った7年間であったわけでございます。つまり、7年という長い占領下を経て、日本国は主権を回復をした、そして国際社会に復帰をしたわけでございます。しかしその61年前の段階においても、沖縄、そして奄美、小笠原はですね、日本の主権の外に置かれたわけでございまして、それからさらに努力が続いていくわけでございますし、国連に加盟もその段階ではならなかったわけでございまして、国連に加盟することもその時の悲願であったんだろうと、このように思うわけでございますが、つまり国際社会に受け入れられると、復帰をするという先人の努力にですね、思いを馳せながら、4月の28日を迎えたということでございます。大川原雅子君。日本は国連加盟80番目の国でございます。今総理がおっしゃったように、国連の加盟申請も1952年に申請をしたけれども、冷戦中で、ソ連や社会主義国の反対にあって、即時には承認されなかった。加盟がかなったのは1956年です。しかしこのユネスコへの加盟はご存知ですか。いつだったですか。じゃあ、答えないですか。文科大臣いかがですか。即興止めて答弁できますか。下村文部科学大臣。1952年と承知しております。大川原雅子君。さっき のこのユネスコ憲章はですね、第二次大戦後憲章の言葉にあるように、二度と戦争を起こさないということで作られまして、これは1945年、昭和20年にロンドンで採択されて、翌年から発効しておりまして、日本は、昭和26年に加盟がかなってるんですね。だから国連に入るよりも先にユネスコに入ってるんです。よろしいですか。はい。だから国連よりも先にユネスコに加盟がかなってる。しかもこの憲章の意味というのは、多くの方々がどうでしょう、これは政府としてこれを宣言すると言って、日本政府もユネスコに加盟をしたんですよ。そしてそういう姿勢をしっかりと国際社会が認めるからこそ、国連においてもね、やはりその日本への評価というものをもちろん自ら積み上げていくものですけれども、やはり約束として日本は変わっていくんだと、戦争を起こしていた時点の国とは違っていくということを多くの方々が期待をするし、自らも宣言をしたということだと思います。それではこのユネスコでは、このユネスコの理想を実現するために、
まあ、平和や国際的な連携を実践するユネスコスクールというものを提唱して、すでに世界で180カ国地域で8500校以上ございます。そして一方、国連では持続発展教育、まあ、エデュケーションフォーサステナブルディベロップメントということで、こうした教育が、まあ、通称 ESD と申しますけれども、これがですね、2002年の国連総会では日本の提案で、国連持続可能な発展のための教育の10年ということで決議をされております。文科大臣に伺いますが、この ESD の目標とか、まあ、ここでこの教育で育みたい力、これはどのようになっているでしょうか。はい、文科大臣。失礼しました。先ほどの仮面は1951年でございました。岡原委員がですね、日本ユネスコ国内委員のメンバーであるということを承知をしております。で、今ESD のお話がございました。ESD とは持続可能な社会づくりの担い手を育む教育であり、その目標は持続可能な開発を実現するための原則、価値観及び行動が国際理解、環境、多文化、共生、人権、平和、開発、防災などに関して、あらゆる教育や学びの場に取り組まれ、学ぶ人の価値観と行動の変革がもたらされることがある、もたらされることであると認識をしております。まあ、ESD を通じて人間の尊重や多様性の尊重と持続可能な発展に関する価値観、体系的な思考力、クリティカルシンキングの力、データや情報の分析能力やコミュニケーション能力が育成され、またリーダーシップが向上することが期待をされております。まあ、これらの能力等は OECD が提唱するキーコンピテンシーの内容とも方向性が一致するものであり、ESD の推進はグローバル人材の育成にもつながるものと認識しております。文部科学省としてはユネスコスクールの推進等を通じて ESD により一層推進するとともに、ユネスコ国内委員会において、私も先生と一緒に委員でございました、我が国においてですね、まだまだ取り組みが足らないと私も思っております。ぜひESD のさらなる推進策についてしっかり対応してまいりたいと思います。岡原雅子さん。はい、私も国会議員になって、このユネスコ国内委員会のメンバーに議員枠で入れていただいて、まあ、大変光栄に思っております。そしてこのESD の目標、ここに描かれている、まあ、人がどのようにですね、発展をしていくか、自分の中の、その、まあ人として教育に関わる学ばなければならないこと、獲得しなければならない能力、これ教育目標として、私はまあ、これもう世界水準、世界に求めているものですから、当然日本でもより優先的にというか、これまでの考え方と同様にというよりは、もっと世界に発信をしているグローバル人材の基本になる資質というふうに思っております。まあ、総理はですね、教育再生に特に力を入れておられると思いますけれども、まあ、そこで出てくる、課題が私の聞き方がおかしいのかですね、道徳道徳とおっしゃるんですよ。で、この道徳教育というのは、そういう意味ではぶつかるものでもないとは思いますが、この世界水準の教育を日本で実現するために、特にこの実施計画まで起こっておりまして、皆様のお手元には資料の3から6までこの概要を少しお配りさせていただいておりますけれども、しっかりとこれやらなきゃならない10年だったと思います。来年が最終年になっているんですね。だけれども、私もこの考え方、目標というのはいつも教育のあるべき姿、あるいは国際バカロレアの基準にも見合う人材の目標だと
というふうに思ってきましたが、なかなか実現されてこなかった。まあ、これまだ推進校というか、このユネスコスクールの数もね、まだまだ少ないですし、来年はその意味では最終年を迎えます。そういう意味でも、まあ、総理が教育再生に力を入れておられますが、これとぶつかってしまっては困るなという危惧も持っておりまして、まあ、総理はこの ESG 実施計画、そして計画に沿った教育、これをしっかりとお勧めになるおつもりがあるかどうか、お聞きしたいと思います。はい、下村文科大臣。先に私の方からお答え申し上げたいと思いますが、この ESD、私もですね、日本ユネスコ国内委員を4年しておりましたので、理解をしているうちの一人であるというふうに思いますが、これは安倍総理が、あるいは安倍内閣、我々が推進するですね、道徳教育と重なっているというふうに思います。ESD というのは、これは持続発展教育ということでですね、まあ、国境を越えて人類を越えてですね、お互いに生かし合いながら、またお互いの立場を尊重しながら、それぞれ持続可能の人類の共通性、それはまさにその道徳教育にも重なる部分でありまして、相乗効果をきちっと図っていくということは、これからも安倍内閣としてぜひ推進していくべきことだというふうに承知をしております。はい、大河原さん。総理大臣、ESD の関係省庁会議を設置をいたしまして、そしてこの推進計画を策定いたしましたのは、私が官房長官の時の2006年でございますが、当然安倍内閣においてもですね、まあ、文科大臣から答弁させていただきましたように推進をしていくのは当然のことであります。はい、大河原雅子さん。はい、私もですね、大変まあ、この ESD には、まあ、期待をしなきゃいけないと思いますが、まあ、現実は報告書にもありますように、まだまだ実は知られていない、報告書にそう書いてあるのが非常にショッキングでございました。そしてともすればですね、まあ、今道徳教育と相入れないことはないということなんですが、どうしてもこれ環境教育の方に傾いているような感じがいたしまして、まあ、それはこのユネスコの理念を実現をするためといえば、先ほどお見せした憲章の中にあるような、まあ、この持続可能な発展に関する価値観、そして、行動、それにつながる行動というところが重要になってきます。人間の尊重とか多様性の尊重、それから非排他性、こういったことをやはりしっかりと環境ともどもバランスよくですね、開発をしていかなきゃならない。子どもたちにやはりそういう価値観を持ってもらう、そしてその次につながる行動もできるようにする、そういうことがまずあろうかと思います。それで、まあ、この来年にまでにどのぐらい増えるかということがありますが、日本ではまだまだ、300校に満たないわけですから、そういう意味で、世界に、飛躍をしていく子どもたちのためにもですね、ぜひ、この点を含み置きいただきたいというふうに思います。そして、次の質問に移りたいと思いますが、そうですね、ちょっと5番目の資料だけ説明します。これ実際にこのユネスコスクールをやっている学校の教科プログラムですが、教科間のつながりということで、一科目だけ何かするわけではなくて、先ほどの目標を、達成をしようと、それぞれの課題をいろいろさまざまなあらゆる教科の中に、見出すことができるわけで、それをつなげた、構築をしていくということがあります。まあ、ユネスコスクール ESD のことで、まあ、新学習指導要領に、まあ、反映をされていると、道徳教育とともに反映をされているというふうに存じておりますけれども、まだまだそれからするとですね、偏りがあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ文科大臣にはグローバル人材に資するためには、ここが必要というふうに特に集中していただけたらというふうに思います。はい、ご答弁ありますか。はい、下村博文文部科学大臣。
今我が国でですね、550校が ESD については加盟をしておりますが、それでもやっぱり少ないと思います。で、私も委員をしているときですね、委員と選挙が重なるわけでもございますが、東京の板橋でですね、これはぜひ取り組むべきだということで、私も組長にですね、提案をしましたら、組長はすぐ OK をしたんですね。ところが、その教育委員会にこれをですね、提案をしたんですが、このなかなかこれについてですね、その教育委員会もよく理解が十分把握できていない、あるいはそのこれをですね、教える教員となると、なかなかその環境教育のようにですね、我々コンセプトが分かりやすい部分は学校でも取り組みやすいようですけれども、これはかなりのその ESD におけるですね、認識と理解をしてないと、いざとなるとその学校で対応できるところが少ないということでですね、結果的に未だに取り組んでいないというところでございますので、先日改めてですね、ぜひこれは取り組むようにということを、組長、区長にもですね、改めてお願いしたところでございますが、ぜひ文部科学省としてもユネスコ国内委員の方々とその連携してですね、このコンセプトそのものは非常に大切なことだと思いますが、なかなかペーパーですぐ理解できるということではない部分も確かにある。相当いろんなですね、多岐にわたるレベルの高い認識力が求められるコンセプトの教育でもあると思いますので、改めてですね、国内ユネスコ委員の方々相談しながらですね、もっと加速度的に各学校で広げてもらえるような、学校現場の理解が得られる、あるいは教育委員会そのものの理解が得られるようにですね、努力をしてまいりたいと思います。はい、大河原さん。はい、文科大臣から決意を伺いましたけれども、どうしてもこれ、国連よりも先にユネスコに入っていながらね、このユネスコ憲章、ユネスコの理念、これを実現をするというところに、日本のその教育のベースがいかなかったということがあるんだと思うんですよ、まず。だから、やはりその意味でも、もちろん平和教育とかいろいろやってきたと思いますけれども、その意味でも、グローバル人材っていうのは語学だけではなくて、その人が持っている考え方、価値観、そしてもちろん相手に対するその思い、理解、そういったものも含めてですね、全人的な教育なわけですから、そういう意味では、これは教育委員会がなかなかなくて人材がいないんだよという話ではなくて、まさに日本の教育の根幹が問われる、そういう試みだというふうに受け取っていただきたいというふうに思います。ご答弁をいただきましたので次に移らせていただきますが、この持続可能発展のための教育、これ大前提は平和と人権の確立だと私は思います。それで、これは総理に伺いますが、先日の予算委員会の答弁で、侵略の定義は人それぞれの立ち位置で異なると、定義はないというふうにご答弁になっているんですが、定義はありますよね。お答えいただきたいと思います。定義はあります。はい、総理大臣。おそらく大河原委員はですね、国連憲章、国連総会における、決議についておっしゃっているんだろうと、このように思うところでございますが、国連総会における、侵略の定義に関する、決議はですね、マンポリが、侵略行為の存在の、を決定するための、いわば参考としてなされたものであると。いうふうに承知をしております。いずれにせよですね、我が国はですね、かつて多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して、多大な損害と苦痛を与えたわけでありました。その認識においては、今申し上げておきたいと、このように申し上げてございます。そこで、侵略の定義についてはですね、いわば学問的なフィールドにおいてですね、さまざまな理論があると。いうことを申し上げたわけでございまして、政治家としてですね、そこに立ち入ることはしないということについて申し上げたところでございます。大河原雅子さん。今総理がご答弁になったこと逆だと思うんですよ。総理が学者ならそういうふうにいろんなこと言うかもしれないけど、総理は政治家で、しかも日本を代表してらして、日本は国連を中心をするとする、そういう国連を介してですね、世界に平和を発信する国なわけですよ。その国の総理が
この、 あの国連決議はね、参考だとおっしゃる。これおかしいんじゃないですか。これはぜひですね、国連ではこの定義、あの今パネル出しました。あ、パネルが、ごめんなさい、はい、侵略の定義の決議ってなかったし、あ、ごめんなさい、すいません、資料の7番です。パネルにしませんでした。侵略の定義に関する決議は皆様のお手元 の、 あのペーパーを配らせていただきまして、まあ、8条には及ぶ定義決議をしているんです。そして日本ももちろんこれには、決議には賛成してますよね。どうですか、外務大臣。はい、岸田外務大臣。ご指摘の国連総会決議ですが、総会決議3314号、1974年、採択されたものを、ご指摘いただいていると認識しておりますが、この、 あの国連総会によるこの侵略の定義に関する決議ですが、これはあの安保理が侵略行為の存在を決定するための指針として定めた決議 と、認識をしております。このそうした決議が1974年採択された、このことは認識をしております。はい、岸田外務大臣。当時あのコンセンサス採択、全会一致で、この採択をされております。大河原さん。賛成したってなぜはっきり言えないんですか。コンセンサス採択ですので、日本も含めて、この決議に賛成をしております。はい、大河原雅子さん。退席はしてないんですね。はい、はい、だからこの定義はもう国際的に認められている定義で、これはあの起こることについてもちろんこれで判断をするということもありますが、これができた背景はですね、いろいろな侵略戦争という経験を世界中がしたわけですよ。だから国連でこの定義を作ったわけじゃないですか。で、今現実は日本という国に対して、例えばあのその意味では植民地の戦いもありましたし、植民地戦争、侵略戦争というふうにそれぞれやってきた大国もご自分のところの、 あの過去というものについてはまっすぐに、自覚をしている。だから私たちはあの総理がこの、まあ、アジア太平洋戦争を含めて日本の、まあ、加害の歴史、そして被害の歴史、これも両方あの私たちきちんと知らなければいけないということで、まあ、この間 のこの侵略の定義はないんだというご答弁は、私は撤回していただきたいなというふうに思いますが、どうでしょう。はい、安倍内閣総理大臣。まあ、この安保理の、やは総会によってですね、決議として決まったものをですね、いわば参考指針にしながら、そして安保理で最終的には決めるということになるわけでございまして、いわば安保理において最終的な決定がなされるわけでございまして、つまり絶対的な定義はあの時申し上げたのは、あの学問的には決まっていないということを申し上げたわけでございます。大河原雅子さん。あの私はあの学問的なことを聞いているのではなくて、日本の総理としてこの国連の決議があった中で定義がないわけじゃないわけですよ。だからそのお立場としてもね、この侵略戦争に定義はないということが議事録に残るというのは私たちにとっては非常に不名誉なことなんですが、いかがですか。安倍総理。つまり個別のですね、これが侵略かどうかということについても、まあ、この決議以後もですね、いわばこの決議を指針として決めるのは安保理ですから、安保理としてはまだ何の、例えばそれぞれの個別の案件について、まあ、過去に遡ってですね、決議を安保理として決定をしているわけではないということでありまして、まあ、いわば、まあ、安保理は残念ながらそれはまあ政治的に決まっていくわけですよね。それは安保理でありますから、
安保理で決めるということは、常任理事国は拒否権を持っているということにもなるわけでございまして、そしてまあそもそもこの国連によってですね、国連によって決まった、いわばこの総会における定義であるということでございますから、それ以降についてはいわばこの定義において安保理においてですね、判断をしていこう。そしてこれいわばここにも書いてあるわけでありますが、これは1条2条3条とこうあるわけでありますが、国連の憲章に批判する、いわばここでも書いてありますが、最初の武器の使用だったかどうかということについてもこう書いてあるわけでございますが、そういうことも含めて、いわば安保理において決めていくという性格のものであって、先般私が申し上げたのは、学会的にですね、学会的に明確な定義がなされたかということについては、そうではないということにおいて申し上げていたわけでございます。はい、大河原雅子さん。それでは総理、この定義に従ってですね、例えば、今、安保理が決めるとおっしゃったんですが、過去の私たちの国が関わった戦争というのは、どういうものだったでしょうか。20世紀、戦争の世紀と言われてね、戦争の惨禍というのは本当にひどいものがありますよね。今、すいません、資料の方にも、第二次世界大戦の各国の戦没者の数だけ、表になっているのを持ってきました。戦争の惨禍というのは、政治の結果ということでございますけれども、その加害の歴史、被害の歴史に向き合い、この第二次世界大戦、そしてアジア太平洋戦争のこの悲惨な結果、本当に大勢の命が失われた、そしてその後の残された方々のことや、傷病者の数は入っていませんし、それぞれの家族がその後戦後どんな辛酸をなめたかということはこのグラフにはありません。総理はどういうふうにご認識なんでしょうか。先の大戦、そして戦争そのもの。はい、安倍内閣総理大臣。有史以来、さまざまな戦争があったわけでございますが、特に20世紀においてはですね、一般の国民をも、多くの国民をも、巻き込むさまざまな戦争が発生したわけでございます。その中において、おいても、我が国も無縁であったわけではなくて、かつて多くの国々、とりわけアジアの人々に対してですね、多大な損害と苦痛を与えたということでありまして、その認識におきましては、過去の内閣と同じ認識を持っているわけでございます。そのいわば深刻な反省から、我が国はですね、戦後の歩みを始めたわけでありまして、自由と民主主義、そして基本的な人権、しっかりと守ってきたのみならず、こうした多くの国々と共有する普遍的な価値を広げるための努力も行ってきたということでございます。そしてこの多くの地域で平和と安定が守られるためにですね、さまざまな貢献もしてきたわけでございまして、時には PKO 活動にも参加をしながら平和を回復をし、そして安定的な平和を維持するための朝も努力もしてきたということでございます。小原さん。はい、日本が、関わったというか、日本が、仕掛けたというふうにも言われるような、そういう戦争でアジア地域、非常に痛みました。本当に、この、 傷を癒していくのは、まだまだ時間がかかると思います。私は国会議員になって、改めて、あまりにも戦後の処理が、不十分だと。国会議員になりましたらば、直接いろんな方々が戦後に起こったその悲惨なその結果をですね、なんとか補償してくれ、あるいは謝罪をしてくれ、あるいは和解を求めて何ができるのか、大勢の方々から要請を受けました。戦時中に例えば日本の民間企業で働いていた徴用労働者などへの未払い賃金の問題、慰安婦だけの問題じゃありません。この供託金の問題、これも我が国では未解決なんです。で、私は民主党の有志議員で結成をいたしました、未来に向かって戦後保障を考える議員連盟 の, メンバーとして、
まあ、先日残念ながら急性の難病で亡くなられました、今野東議員とともにですね、まあ、こうした被害に遭われたご高齢になった当事者の方々、あるいはそのご家族、そしてまた遺族の方々、そういう方々とも何回もお目にかかりまして、解決の糸口がないものかというふうに取り組んできたわけなんです。まあ、今野議員や同僚議員とともに、まあ、ドイツの記憶責任未来基金、あるいは韓国の真相究明委員会などもお尋ねして、調査、取材をさせていただきました。で、ご承知のとおり、ドイツでは、政府と企業が共同で、この記憶責任未来基金を設立をして、被害者の、まあ、その被害の回復を図ってきた。まあ、ドイツ政府からもご説明をいただきましたけれども、ドイツ政府も、その当事者の企業も、当事者企業は、当該企業はもちろんですけれども、まあ、できたばかりの新しい企業でさえですね、こうした、まあ、歴史的な責任や、道義的な責任を果たすという立場で、この基金は2000年に立ち上げられて、政府企業が資金を出して、そしてすでにもう補償を終えているということがあるんです。遅いということはないんです。まあ、総理が解決に向けて、国が果たす役割をどういうふうにお考えなのか、また、まあ、日本も企業だけにこの補償問題を任せずにですね、ドイツの事例から学んで、国としての責任の果たし方、解決の方針、こうしたものを持つべきだと思いますが、いかがでしょうか。はい、それじゃあ岸田外務大臣。ただいま委員の方からドイツの例を挙げていただきましたが、まあ、そもそもドイツは戦後、まあ、東西に分断されておりました。よってこの我が国のように国家間で賠償等の問題を一括処理することができなかった、まあ、こういった事情が、まあ、存在いたしました。よって、まあ、結果的にこのナチス犯罪の犠牲者への個人保障という形を取ったと承知をしております。一方我が国につきましては、この先の大戦にかかる賠償並びに財産及び請求権の問題はサンフランシスコ平和条約及びその他の関連条約等に従って誠実に対応してきたところであり、これら条約等の当事国との間ですでに法的に解決をしたということであります。このようにドイツと我が国とではこの戦後置かれていた状況が異なっているため、この戦争中の行為に関する戦後の取り組みに関してそれぞれこの対応を単純に比較することがことは適当でないと考えております。我が国としては我が国に置かれているこの状況の中でできる限り対応を行ってきたと認識をしております。はい、大河原さん。私はドイツの例を単純に引けと言っているわけではないんです。日本の事情はさらに、ね、複雑、さらに深刻だと思います。ですから日本がしっかりと法的に解決は処理は済んでいるというふうに言いっぱなしにしないで、実際にやるべきことはやらなきゃいけないんじゃないかと申し上げているんです。昨年の5月には韓国の最高裁である大法院が日本企業に支払いを命じる判決を出しているんですよ。だから日本企業も困惑をしてます。どうしたらいいかと。だから政府が企業とともにこの問題を未来に向かって解決していこうっていう姿勢をしっかり見せることっていうのが今求められてるんだと思います。厚生労働大臣いかがですか。戦後処理はいろいろとやってこられたと思いますが。田村厚労大臣。まあ、厚生労働省は遺族援護等々やってきておるわけでありますから、まあ、直接この賃金の未払い問題は我が省今現在所管ではございません。まあ、ただ当時の厚生労働省がですね、まあ、戦後混乱期の、まあ、朝鮮人労働者の方々のですね、賃金未払い問題に関しましては、まあ、これを、まあ、供託手続きをなるべくできる限りするように、まあ、関連の事業主の方々に、指導をさせていただいた、そんな経緯がございます。で、供託された供託金に関しましてはですね、所管が今法務省でございまして、法務省の方で適切に取り扱われておるように、そのように存じております。はい、大河原さん。
それぞれ分担してというか縦割りなので役目が違うということがあるんだと思いますが、それだからこそなおさらね、解決がいろいろな面で遅いんだと思うんです。それで、法的に型がついているという言い方しかこれまでの政府もしてこなかったということがありますし、その中で最大限やってきたんだという言い方しか今のところないんだと思いますが、日本も安倍政権が、第二次として始まりまして、お隣の韓国でも、パク・クネ大統領が誕生した。で、先日の電話会談でも、韓国の大統領から総理はいろいろお話をされていると思います。漏れ聞いているところでは、とにかく韓日、日韓の緊密な関係が東アジア共同体の構築の第一歩となるんだという認識を示されて、両国が新政権発足を機に、関係発展を努力しようと呼びかけられている。で、両国の関係の障害となっている歴史問題についても、未来世代に問題を残さないように、政治リーダーが解決、決断をしようじゃないかというふうに声をかけられているんじゃないでしょうか。総理も未来志向という言葉をお使いになるんですが、未来志向の意味、本当の意味、それをやはりしっかり受け止めていただきたいと。私も韓国に友人ができたり、いろいろ交友が広くなると、やはり日本の特殊な位置というか、考え方の狭さというか、そういったものも感じます。特にこの積極的に未来志向の関係を作るように働きかけられているという意味では、この強制連行労働の保障問題、そしてまだまだ他にも片付けなきゃならないなという問題があるんだと思うんです。どのようにご認識でしょうか。そしてこれがバラバラに解決されるのではなくて、例えば一つのまとまった連携の特別な委員会、特別な調査部門、そういったものをお作りになって、積極的に未来志向ということ、韓国や中国、他その他のところとも、積極的に関係性を良くしていくための努力をなさるおつもりはないでしょうか。はい、安倍内閣総理大臣。ご指摘のように、パク・クネ大統領とはですね、就任後、パク・クネ大統領が就任後、電話で会談を行いました。韓国はですね、我が国にとって基本的な価値と利益を共有する最も重要な隣国でございます。日韓間には竹島問題あるいはまた核をめぐる問題があるわけでございますが、日韓双方でのですね、新政権樹立をですね、新政権成立を機会にですね、21世紀にふさわしい関係、つまり、日韓、両国ともですね、もはやいわば世界の中で責任ある国としてですね、お互いに協力をしていくことによって、地域の平和と安定をですね、維持をしていくこともできるわけでありますし、また地域の繁栄、そして両国が協力をしていくことは、まさに両国の国益であろうと。そしてお互いに今申し上げましたように自由そして民主主義基本的な人権普遍的なこの価値を共有しているということを認識し合うことも重要だろうとこういうことでございましてまさに未来に向かって両国が協力をしていくことの重要性を認識し合うことが私は重要ではないかとこのように思うところでございます。そして先ほど委員が提示をされました未解決の問題についてでございますが、これは外務大臣が答弁をいたしましたように、1965年に締結をされました、日韓請求権経済協力協定によってですね、完全かつ最終的に解決をされてまいるわけでございまして、この協定が締結されるにあたって、日韓で相当さまざまな議論がなされたわけでございまして、さまざまな議論が出された結果ですね、この協定が結ばれて、いわば平和条約としてですね、ここが完全に回復をしていくわけでございますが、世界にはさまざまな紛争があるわけでございますが、そうした形でですね、平和条約を結ぶことによって、お互いに新たな
歩みをしていくということでございますが、その際にも相当お互いにさまざまな10年を超える議論があったということは申し上げておきたいと思います。また中国についてで、ございますが、日本としてはですね、尖閣に対する中国の挑発的な行動は、今も続いているわけでございますが、日本としてはそういう状況下にあってもですね、対話の窓は常に開いているという立場でございます。大川原さん。はい、対話の窓が開いているというふうにおっしゃるんだけれども、やっぱりこのパク大統領からね、未来世代に問題を残さないようにというところはお答えになってないんですよ。未来世代が解決できる問題もあるかもしれないけど、私たち現世代が未来世代のために解決をしなければならない問題として、未解決の例えばこの強制労働問題、保障の問題、全然今課題になっているものはないとおっしゃったに等しいんですけれども、そうですか。未処理未解決の問題は何があるというふうにお考えですか。ないんですか。はい、安倍総理大臣。この先ほど申し上げましたようにですね、日韓基本条約を1965年に日韓双方で結んでいるわけでございますが、日韓基本条約をですね、締結するに至る過程でですね、相当お互いにさまざまな議論を行ったわけでございます。おっしゃっている請求権の問題についてもですね、これは韓国側からもですね、さまざまな議論がございました。その中で日本側もさまざまな、これは反論、あるいは日本側の主張をしていく中において、最終的なですね、決定がなされたわけでございまして、まさに条約として結んだわけでございます。ですから、これは1965年に結んだ、締結をされた日韓請求権、経済協力協定においてですね、これは完全かつ最終的に解決をしているわけでございまして、まさにそういう協定、条約を結ぶことによってですね、各国はですね、過去の問題は過去の問題として新たな歩みを始めていくわけでございます。それがまさに私は人類の知恵でもないかと、このように思うところでございます。大川原雅子さん。なかなかご理解がないんだなと思いましたが、このパク大統領からせっかくですね、このように未来世代に問題を残さないようにということを呼びかけられてるんですよ。だから65年に完全かつ最終的に決着したと言っても、それでもその両国間のわだかまり、そして実際にその被害に遭ったことを、痛みをいまだに感じてらっしゃる方がたくさんおられるという事実に対して、例えば先ほどのドイツのように歴史的な責任、道義的な責任、そういったものを持って解決していこうというところに一歩踏み出さない限り、未来志向、未来に一歩を踏み出せない。子どもたちにこの混乱したこう絡まってしまった毛糸玉みたいなことをですね、関係性を渡さなきゃならない。これは私は大人の責任果たせないというふうに思います。それでは次にですね、日本外交の根幹、これのことについて伺いたいと思いますが、外務大臣、日本外交の根幹というのは何でしょうか。外務大臣、岸田外務大臣。はい、ちょっと、質問の趣旨を十分この把握しておりませんが、我が国のこの外交、国際社会と、しっかり連携しながら、この世界のこの繁栄と安定、平和のために努力をしていく、これが基本的な姿勢だと認識をしております。大川原雅子さん。すみません、まさかその根幹のことまで通告しなきゃいけないと思わないので、通告にはありませんけど、これは当然日本外交の根幹に持っているものというのは、今おっしゃったように平和への願い、そしてどうぞホームページを出してください。パネルを出しますが、これは外務省のホームページにもあります。平和への願いと唯一の被爆としての使命があると言うんですね。そのことは私も本当に大事なことだと思ってます。ところが、今回NPT の再検討課題に協議に向けた第2回の準備会で、核不拡散不使用声明
不使用のための声明に、まあ、署名を見送ったというふうに報道されました。どんな理由で、こういうふうになっているんでしょうか。はい、岸田外務大臣。今回のこの共同ステートメントにつきましては、我が国を取り巻くこの安全保障環境に鑑み、その表現ぶりにつき、まあ、慎重かつ真剣に検討を行い、またこの南アフリカ等この関係国とギリギリまで、まあ、修分協議を行いましたが、まあ、残念ながら協議が整わなかったため、まあ、最終的には今回は賛同することを見送るという決定に至った次第であります。また他方、この我が国はこの唯一の戦争被爆国として核兵器使用の影響に関してどの国よりも実態を知っており、今回の共同ステートメントで言及のある核兵器の使用が直後の被害のみならず社会経済や将来世代にわたって耐え難い被害をもたらす点などの基本的な考え方は支持できると考えております。今後とも同様のステートメントに参加する可能性を真剣に探っていきたいと考えております。はい、大河原さん。今 あのご説明でしたけれども、まあ、この署名文書の中にですね、いかなる状況でもという文言があったので署名できなかったというふうにも言われているんですが、そうなんですか。はい、外務大臣。具体的なやり取りについてはこのまあ控えさせていただきますが、我が国としてはこのまあ唯一の被爆戦争被爆国として、まあ、人類は核兵器の惨禍を決して忘れてはならず、人類史に刻まれたこの悲劇を二度と繰り返してはならないという立場であり、このことはさまざまな機会で明らかにもう従来からしてきているところであります。他方、その本ステートメントのうち、この我が国を取り巻くこの厳しい安全保障環境に鑑みふさわしい表現であるかどうかを慎重に検討した結果、まあ、今回賛同することを見送った、こういった経緯でございます。岡原さん。まあ、いかなる状況でも核兵器を使用しないと、やっぱりね、ちゃんと言ってほしいです。で、逆にどんな状況なら核兵器容認するのっていうふうに逆に聞かれちゃいますよ。そんな矛盾した姿勢ではね、ここに書いてあるように核兵器のない世界の実現に向けて参加を訴える責務を有している、この責務を果たせないと思いますけど、いかがですか。はい、岸田文部大臣。外務大臣。まず国際社会には核戦力を含む大規模な軍事力が存在いたします。また核兵器をはじめとする大量破壊兵器等の拡散といった危険が増大するなど、引き続き不透明不確実な要素が存在いたします。このような中、我が国としてはこの我が国自身のこの防衛力を強化することはもとより、日米安全保障体制の下で核戦力を含む米軍の抑止力を高めることにより自国の安全を確保する必要があると考えております。今回の共同ステートメントの当該部分の表現ぶりは、この核抑止の考え方を含む我が国の安全保障政策がよって立つ前提と必ずしも相入れず、この点を含め慎重に検討した結果、前回に引き続き今回も賛同することを見送った、こういった次第でございます。はい、岡原さん。核の使用はね、どんな状況でも容認にはできないはず。そしてですね、今大臣おっしゃったんですけど、まあ、世界の状況は確かに厳しいかもしれない、しかし核の保有が抑止力になるっていうことをやっぱり大声で言い続けるとですね、これは核をなくしていくことにはならないですよね。この核廃絶というね、大目標をね、見失わないでほしいんですよ。その意味でもやはり私は日本がこのパネルにあるように、軍縮、核不拡散における主導的な取り組みの実績があると、これが日本の貴重な外交資産だというならば、こうした矛盾を解消するように、そしてこの解消していく努力をしっかり国民に見せられるように、若い人たちが
それこそ誇りを持って、自信を持って、この日本が唯一の被爆国であるということを世界に発信して、核の悲惨さというものをなくしていこうということが発信できるようにしていただきたいというふうに思います。大臣はユース、若者の非核特集の派遣を発表されてますけど、具体的な役割と活動について伺います。岸田外務大臣。まず我が国はこの唯一の戦争被爆国として核軍縮核廃絶に向けてこのリーダーシップを発揮しなければいけない、こういった立場に立たなければならない国だと認識をしております。そしてそのためにですね、この現実的なこの方策を積み重ねていかなければならない、そういったことで NPDI 等ですね、こうしたこの各国とのこの枠組みを通じて具体的な現実的な歩みを進めている、これが我が国の立場であります。今回のステートメントにつきましても、基本的な考え方については我々は支持できると考えていますが、ぜひこのステートメント、参加する可能性は今後ともしっかり探っていきたいと考えております。そしてユース非核特使についてご質問をいただきました。従来からこの我が国の提案で非核特使というこの制度が存在しました。この被爆の実相を広く世界に知っていただくために、この非核特使というこの特使をこの任命してこの活動をしていただく、こういった制度が存在をいたしました。しかしながら被爆者の高齢化が進み、この非核特使として活躍しうる方が減少していると、こういった現実があります。そうしたことからこのユース非核特使制度ということで、この核兵器のない世界の実現に向けて社会の関心をさらに喚起すべく、若い世代の力により核兵器使用のこの参加の実相を将来世代に伝えていくことを目的に提唱したものであります。ユース非核特使として活躍いただく若い世代の方々には、この被爆の実相を含めて核兵器のない世界のこの実現に向けて何ができるか、自ら学び、また考えたことを世界に発信していただくことを期待しております。具体的なこの役割活動については関係方面と調整しつつ検討していきたいと考えています。岡原雅子さん。はい、質疑時間を過ぎているんですが、筆頭からご好意で少し時間を分けていただきましたので、最後の質問をさせていただきます。今のご答弁でもですね、被爆ということで、要するに広島、長崎、それに続いて福島というふうに第三の被爆まで、私たちは世界から見つめられています。ですから、プルトニウムを生み出す原子力、平和利用と言われてきましたが、そのことまでね、やはり問われているということをご自覚をいただきたいというふうに思います。それで最後の質問は、政府における外交以外に自治体のレベル、また市民レベルの外交が必要不可欠だと思います。パネルが2つありますのでご覧ください。気候変動の枠組み、ごめんなさい、比較自治体の、数も大変増えています。自治体としてはこの、ごめんなさい、核の問題で、自治体宣言しているところが大半です。ですから NGO が集う、こうした平和首長総会が開かれるということもありますので、来年、今年の8月ですね。ですから先ほどのステートメントには積極的に参加できるような、そういう処置をぜひお願いをしたいと思います。はい、それでNGO、市民レベルの外交、自治体レベルの外交が私は不可欠だと思ってますが、気候変動枠組み条約 COP15 の時期以来ですね、日本政府で NGO、 この NGO 産業界からも労働界からも政府代表団に入れてご参画いただいてきました。しかし、このような参画を、安倍政権では、ストップした、中止したというふうに聞いておりますけど、これはどうしてでしょうか。はい、岸田外務大臣、これで締めくくってください。はい、
気候変動の分野におきまして、この NGO が重要な役割を果たしているということ、およびこの NGO との協力の意義に関するこの政府のとしての認識、これは従来と変更はございません。これまでと変わらず NGO とも協力してオールジャパンで気候温暖化防止に取り組んでいく方針であります。その中でですね、今般4月29日で9日に事務レベルのこの会合が、行われましたが、従来から我が国のこの政府代表団のこの登録者数、アメリカの2倍以上のこの多くの人数を送り込んでいることから、今回の事務レベル会合におきましては効率性の観点からこの政府代表団登録数を絞り込み整理することといたしましたが、これまで以上に政府からの情報提供の場、あるいは NGO との意見交換を密に行う機会、こういったことを増やすことにより、引き続き NGO 等からの理解を得つつ、交渉に臨んでいきたいと考えております。はい、岡原さん。非常に残念なですね、今まで築いてきた政府と市民社会の対話というものをね、やはりしっかり守り続けていただきたいと思います。ご答弁ではあまりにも人数が大きくなってたからということなんですけれども、しっかりと切り開いてきた参画の機会というのは国民からの信頼の道でもありますので、市民社会との連携に信頼をなくさないように要望して終わります。以上で大河原雅子さんの質疑は終了いたしました。午後1時に再開することとし、この際休憩いたします。